この時間はペルージャ対日本、こちらをご覧いただきます。このゲーム、ブラジルはサンパウロにありますここアレーナコリンチャンスで行われます。さあ前半見ていきましょう。コナミカップ準決勝、ペルージャ対日本、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかのトーナメントです。ここをかわした。さあ勝負です。さあ打ちに行くか、シュート。フェイントを入れてシュート、ゴールでした。相手を揺さぶってできたコースにしっかりと打ってきましたよね。シュートでしたね。さあ日本、この重要な試合でまず一歩リードしています。ペルージャが結構横に広くピッチを使ってますけどもね、うん、先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、サイドから攻めようという意図なんです。さあ勝負だ。いった、待ってった。シュート。いや今打つ前に一つフェイント入れてシュートコース開きましたよね。なかったですね。かわす。大きく縦へ。ドラゴミル、ドラゴミルから左サイド。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。縦へのボール、乾、裏を狙う。このボールに触ります。ドラゴミル、グレコ、ローズ。さあ中はいる。あっと倒された。 PK です。ここで PK。 いやー、やってしまいましたね。やってしまいましたね。イエローカード。この判定に猛抗議を見せていますが、これは PK の判定。日本なんとかリードを保ちたいところ。ここは確実に決めてきました。完全に逆をついてましたよね。手堅く蹴ってましたよ。ペルージャ、ここで追いつきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は五分。精神シュート。ペルージャ、ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。長いボール縦へ。ここで前を向けるか。激しいボールの奪い合いです。あ、これパス取らないですか、レフリー。おっと、これはファールを取られましたか。イエローカードです。日本、今のでイエローカード2枚目となりました。さあ準決勝、まずは前半の45分を終了します。見応えのある好ゲームです。さあ北川さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。という間の前半でしたね。
時間を短く感じるのはやはりそれだけ見入ってしまうだけの魅力的な内容だったということでしょうね。後半も目の離せない展開になりそうですね。来た、早々ゴール。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のは今日2点目です。さあ日本待望の1点をもぎ取る。ドリブルで切り込んでいきシュートを打ったんですが、これは決まりませんでした。非常にアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。ここで見せてくれました。さあシュート、いやファインセーブです。いやこれぞ凄いんですよね。素晴らしい反応ですね。このピンチよく防ぎました。ワインセーブですよね。これは本田、おっと先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。まあ今日は目立ってますからね。点も取ってますしシュートも決めてますから、相手としては抑えておかなければいけませんよね。スペースを狙う、おっと本日2ゴール。さあハットトリックまであと1点です。長いボールを送ります。さあどこに出してくる。さあどうする。さあ左へ預けて上げてくる。どうだ、ゴンダ。ペルージャとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ペルージャはメンバーチェンジがあるようです。前線へ長いボール、カット、シュート、再び追いつきます。いやよく反応しましたね。ほら落ち着いてましたね。結構こう下に2つ選手が多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。さあ再び選手の交代です。ペルージャ、さあ勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。日本まさかの展開でしたね。まあそうですね。ですからいかに早く切り替えができる、倒されます。おっとここでカードが出ます。日本これでイエローカード3枚目。ボールが迫る、チャンスを演出できるか。
山のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。打った、気のあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは当然ハットトリックということになります。さあ日本再び追いついています。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなり抜けた、差し込む、抜けてきます、シュート。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。どうだこのシュート、早くそして鋭いシュートのゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。ロージ一気に前線にボールを送る。庄司このボールをカットします。そして